標端型の楽器、アフリカのシェケレ・ハバネラは特徴的なリズムを備えたキューバの民族部局及びその様式。キューバ音楽の最も古い大黒柱であり、世界中に送り出された最初のキューバ部局である。ハバネラは1791年のハイチ革命における避難民によってハイチからキューバにもたらされたフランスのコントロダンスに源流がある。最初に、 ハバナ風、コントルダンスコントラダンサハバネラと呼ばれたのは、1836年に出版された曲集に収録された作者不明のコショーラピミエンタである。コントラダンスから発展して革新されたのは、スペインやアフリカの民族音楽に影響されたリズムにあった。ハバネラのリズムは船乗りによってスペインに輸入され、19世紀末までに非常に人気の舞曲となった。 スペインの作曲家、セバスティアン・ニ・ラディエルが1860年頃に作曲したラ・パロマ・ラ・パロマの成功により、国内だけでなくアメリカ合衆国やメキシコでも大成功を収め、ハバネラブームに火をつけた。ハバネラはすべての階層に行き渡り、イングランドやフランスのサロンで国際的な映画を極めた。ハバネラがスペイン部局としてあまりにも根付いてしまったがために、マスネは 歌劇、ル、シットレ、シドのバレエの場面に色を添えるために、ハバネラを利用している。その他の有名なクラシック音楽のハバネラも、大抵、フランスクラシック音楽においてあり、ビゼーのカルメンの中で、カルメンが歌う有名な読唱曲、ハバネラや、サンサーンスのバイオリン曲、ハバネラ作品83のほか、ラベルは、ハバネラ形式の商品や、スペイン教師曲の、 第3曲にハバネラを使ったほか、ボカリーズ練習曲にハバネラのリズムを利用している。ちなみに、ビゼーのハバネラは、イラディエールのハバネラ、エル・アレリットの転用に他ならない。ハバネラは、フラメンコと混ざり合って、アルゼンチンに上陸し、単語のルーツとなった。ハバネラはキューバに逆輸入されると、チャランが楽団の編成や、 一層のアフリカ系音楽の要素に影響されて、ダンソンへと発展した。ハバネラ奏者、アルカーニョイススマラビーチョスは、1930年代に、コンガに影響されて、モントゥーノを取り入れ、チャランが楽団によって演奏されるガラーチャなどの、ラテン音楽との混合に道を開いた。ガラーチャもハイチ由来のキューバの大衆音楽であり、極めて人気が高く、聴衆を楽しませてきた。 音楽形式である。カタルーニャにおいては、船乗りたちに特に人気があり、ハバネラ、ジーヤ、エルメウアビが、ほとんどすべての人口に親しまれている。ありがとうございます。